見つけたよ。私は桜庭珠桃、そちらは家計か。よろしく。さすが生徒会長は物知りでいらっしゃるね。あら、有名な話だと思っていたけど。お姫様、一つ確認しておくが、メールの差出人が羊飼い本人だという証拠はあるのか。いや、羊飼いなんてものが実在するのか。家計じゃないか。おはよう。どうした、元気がないな。むっつりプリンセスという認識でよろしいか。いいわけあるか。これ肩が出すぎじゃないか。それに、なんだ、谷間もくっきりですね。第一食堂アプリオ、料理部とのコラボ企画を予定しています。よろしくお願いします。もうよそ見なんかしちゃダメだぞ。私は化け物か何かか。え、ああ、着信に気づかなかった。すまない。続き、接待だ。子たちをしゃべりやすくしてやれ。ロジャー、ほら、カモン、来いよ桜庭。キツネはどうなくんだ。うるさい。はい、ワンワン。にゃーにゃー。ああ、なんだ、コンコン。はい、いただきました。バカじゃないのかお前らは。どうせ実家に帰っても暇なんだ。むしろやることができてよかった。よし、魚類来た。思い知ったか。はぁ、やれやれ。見えた。なあ、かけよう。会う女子、会う女子、先日はお世話になりましたとはどういうことだ。お前はどれだけ女の世話をしてるんだ。ミナフェスが無事終わったら少しはゆっくりしたいものだな。一人で行け。ビーチバレーで勝負しましょう。面白そうじゃないか。二組に分かれて負けた方が罰ゲームなんていうのはどうだ。いいですね。罰ゲームはどうします。定番だけど砂に埋まってもらうっつうのはどうだ。あ、それで体の上に砂で恥ずかしい造形を作るんですね。その写真を撮ってサイトに飾っておこう。面白そうだね。変わったことなら一つあった。二人で仕事をすることになったじゃないか。内緒にしているんだ。その辺、家計も頼む。私はレズなんだろうか。これは、その、いきなり覗くな、バカ。うん、どうしてここに。いや、ちょっと待て、これはお試しのデートじゃないのか。仕方ないだろ。家計のことを考えて毎晩眠れないくらいなんだから。嬉しくてどうしていいかわからない。家計、すまないが好きだ。